本校ではカリフォルニア州の政治について記す。アメリカ合衆国カリフォルニア州の現代の政治は複雑であり多くの既得権が含まれている。過去32年間に起こった政治上の争点は以下の通りである。その権に反対するものから憲法上の危機と呼ばれたものもある。北カリフォルニアの内陸部、セントラルバレー及び南カリフォルニアは大部分が 共和党の強い地域である。ロサンゼルス軍やサンフランシスコ米エリアなど海岸部及びサクラメント都市圏では民主党の強い地域である。住民の大半がロサンゼルス軍やサンフランシスコ米エリアに住んでいるのでカリフォルニア州全体はリベラルな傾向にある。カリフォルニア州は1950年代から1992年までの大統領選挙では 共和党の強い地盤だった。この期間では1964年を除いて、すべての大統領選挙を共和党が制した。1960年、1968年と1972年は、リチャード・ニクソン。1980年と1984年は、ロナルド・レーガンとカリフォルニア出身者を大統領候補者として指名してきた。しかし、 1992年以降は民主党がこの選挙人数で最大の州を制してきた。ヒスパニック系とアジア系移民の増加と国内北部のリベラル派の流入、また白人中上流階級郊外居住者が州外に出ていったことはすべて民主党有利の方向に働く要因になっている。州内を分かつような問題の中に水と水利権があり、 カリフォルニア水戦争にも発展した。寒気に頼れる降水がないために水は限られており、利用可能な地表水源は、ダム、運河及び、パイプラインという後半に開発されたものになっている。主要な水源は、雨季の雨と高度の高い地域の雪解をもとに、山脈から流れ出る水、井戸、及び南カリフォルニアのコロラド川となっている。排水の再利用は、 すでに当たり前のことになっている。水は大半が州北部にあり、人口の大半は南部に住んでいる。南部で過剰と見られる水は、北部から見れば農業、漁業及び野生生物の環境にとって必須のものである。南部有権者が人口の大半を占めている中で、その見解は北と一致していないので、北の水を南に運ぶ。 抹消運河を促進するための住民投票は失敗してきた。土地の利用法も意見が分かれている。土地の価格が高いことは普通の人がその資産の大部分を土地で持っていることを意味している。このことはその人の家屋の価格や投資に影響する問題について強く煽動させることになる。最もたちの悪い地方政治闘争は 地方教育委員会と地方の土地利用政策に関するものである。町が完成してしまったところでは、新しい空港、ゴミ捨て場あるいは刑務所を作るのは極度に難しい。多くの都市は、開発可能な土地を作るために、土地収容権を定期的に行使する。巨大なエルトロ海兵隊空軍基地の廃止について、オレンジ軍では、 複数の都市の政治闘争が数年間にわたって行われた。オレンジ軍は新しい空港を必要としている。ゲンソン・ジョン・ウェイン空港はアメリカ合衆国で最も危険な空港だが、パイロットの組合はそれを支持している。しかし、騒音の問題で軍南部の裕福で政治的に強力なアーバイン氏などの土地価格を下げる可能性がある。銃の規制も、 意見の分かれる問題である。都市部では国内でも最大級に深刻なギャングの問題を抱えており、農村部によっては殺人発生率が高いところがある。多くの個人が自身、その家族及び資産を守るために武器を所有し、所持することを望んでいる。衆議会は規制職を強める銃規制法を成立させた。殺人用の武器を 個人用に購入することは重罪である。しかし、反自動狩猟スタイルの民間用武器を販売することは禁じておらず、法の上辺のみの性格の有効性を疑うものが多い。拳銃は購入可能で自宅や事務所に置いておくこともできるが、武器を隠して持ち歩く許可なしに、武器や弾薬を携行するのは違法である。ただし、免許のある範囲で、 鍵のかかる場所に入れておくこと、あるいは法で認められた用途は対象にならない。ある地域で弾を込めていない銃器を公然と持ち歩くことは合法だが、州法と連邦法の複雑な規制の違いのために通常にあることではない。例えば連邦法の1990年中規制スクールゾーン法では悪意がなくても学校から1000フィート以内で銃を携行することは、 重罪である。一部の田園的軍部を除き、武器を隠して持ち歩く許可は、地元警察の裁量で発行されるので、誰もがそれを取得できるわけではない。カリフォルニア州法は、発行すべきとはしていない。発行すべきとする軍があれば、事実上、発行しない軍もあり、州内で有効な許可を容易に得られる、地域住民が、 許可をを得られななないい地域にその武器を持ち込むとううような特殊な場合もあり得るアメリカ合衆国会議員カリフォルニア第11選挙区共和党のリチャード・ポンボ議員に有利に惹かれている。ダンビル氏の地域は伝統的に共和党の強い地盤であり、モーガンヒルはそうではない。リバモア氏が第10選挙区に割り振られた後で適切な人口を獲得するために付け加えられた。 リバモア市には、ローレンス・リバモア国立研究所があり、第10区現職の民主党議員が、海議エネルギー委員会の委員を務めているので、その強い要請で、リバモア市は、第10区に移った。第10区は、コントラコスタ軍と、ソラノ軍では、第11区のすぐ北にあり、2006年の選挙では、この地区割りを覆す、予想外の結果になった。 コンピュータの支援を得て作られたこの選挙区は、現職の意図的な蓄りの作品である。現職議員は、民主党のグレース・ナポリターノであり、2004年の選挙では、無投票当選した。2000年国政調査の後、州議会は、州の上院と下院及び、連邦議会下院の蓄りを設定し直す必要があった。 共和党と民主党が地区割りについて合意に達した。力関係がそのまま残される状態が相互に了解された。この目的のために地区はどちらかの政党が優勢なように決められ、競合する可能性がある選挙区はわずかだった。いくつかの地区ではその境界が複雑極まりないものになったが、現尊の政党地盤を崩さないものになり、 2004年の選挙では55%未満の得票率で勝利したのは下院80議席のうち5議席上院39議席のうち2議席と極めて稀なものとなり前回選挙と同じ党の候補者が全て当選したアメリカ合衆国下院議員の場合も同様だったアメリカ合衆国下院の選挙区は 州の選挙区よりもさらに競争が少なく60%未満で多数を取った選挙区は53区のうちわずか3区だった当時の知事アノルドシュワルツェネッガーは引退した判事の手で選挙区を再編する提案を行い11月に特別選挙での発案命題77号として住民投票にかけられたこの特別選挙は11月8日に投票が 行われたしかし反対票が59.5%となり提案は否決されたこの時は知事の同調者によって提案されたものやその他いくつかの独立案件も含め全ての提案が否決されたサンフランシスコ米エリアにある第10選挙区の場合前の選挙結果が拮抗しており共和党の登録有権者数がわずかに上回り 投票率も共和党有利であるという状況のために全国的な注目を浴びる選挙区だった。この選挙区は1990年に創設されて以来共和党議員で元州下院議員ビルベーカーが連続して当選しており彼のために選挙区が作られていた。民主党の弱い挑戦者が続いた後に1996年選挙では政治には新参者で 自身の十分な資金で現職と対抗できる候補者、エレン・タウシャーが出てきて、熱い戦いになった。タウシャーは、地元民主党からの草の根支援と、中道共和党女性からの支持も得て、中道民主党と考える者には、大きな勝利と考えられた。彼女の選挙区は、その後線引きが変えられ、現在では安全選挙区になっている。その後の任期満了選挙では、 全国的な注目を集めることもなかった。2006年11月の選挙では、アメリカ合衆国会員で、共和党が多数を支配する、可能性が不確実と予想されていたが、カリフォルニア選出の会員議員は、選挙前数ヶ月の全国的な分析で、試合中と考えられる議席はなかった。ただし、いくつかの共和党議席では少なくとも、民主党に改善の兆しはあった。 共和党議員のリチャード・ポンボとジョン・ドゥー・リトルは、それぞれ2006年10月に、ブッシュ大統領を、資金集めとして迎えており、これは、議席の不確実性を示すものとして、カリフォルニア州では、稀な出来事だった。この2議員は強く、ブッシュ政権を支持していた。2006年選挙の番狂わせは、これまで当選したことのなかった、民主党、ジェリー・マクナーニーが、 現職のリチャード・ポンボを53%対47%で破ったことだった。2004年の選挙では同じ組み合わせでボンボが62.5%を得票して当選していた。この選挙区ではプレザントン地域に多少の人口変動があったが違いを生じるようなものではなくこのマクナーニーの勝利はジョージ・ W ・ブッシュ大統領と 特に環境問題に関するポンボの取った立場の双方について圧倒的な拒否と考えたものが多い。この選挙区は唯一の例外であり、連邦議会と衆議会の99の他選挙区はどれも当選者の政党が変わらなかった。2006年選挙ではカリフォルニア州上院が競争を奨励するように仕組まれた州憲法改正案を通し、 この選挙に間に合う最終日に会員に送られた。会員の民主党は、それが、期日に間に合っていないと主張していた。この案は、追加法による最小の努力で修正されるはずだったが、2006年選挙については廃案になった。この廃案は事故によるものではないと主張する者も,もいる。政治プロセスの効果的運用について否定的な結果は、 カリフォルニア州2008年予算が成立しなかった過程に見て取ることができる。この時は日元の7月1日から76日間遅延され、9月15日に合意が発表された。任期制限のために政党が入れ替わる確率が高いと安全選挙区と組み合わされて強行論者が選ばれる可能性が増え、議員は合議制の中で党派を超えた交渉に経験を。 書くようになる。東派間妥協を海強制することのできる指導力が今や完全に欠けている。繰り返される予算危機器カリフォルニア州の予算は150億ドル以上の赤字になっており、支出削減か税の追加が必要である。州予算は成立のために3分の2以上の超多数を必要としていた。2010年に明大25が成立してからは、 増税の時のみに3分の2以上の調達数が求められるようになった。少数派の共和党は民主党との妥協を検討することなしに増税はしないということに固執できる。民主党は子供、貧者及び年長者へのサービスを減らすことのみでは予算を均衡化できないと主張してきた。予算のかなりの部分は州法。 州憲法修正条項、あるいは刑務所の健康管理に関する連邦裁判所判例で固定されているので、逆効果を生むようなプログラムはあるいは増税でもしなければ、支出を抑える操作はほとんどできない。実際の解決策は、新税なしと小型計画の停止であり、解決策の大部分は創造的な会計手法である。これは2009年の場合、 経済の例外的な改善がなければ事態を悪化させた可能性がある。シュワルツェネッガー知事による拒否権発動の恐れの下でいくらかの修正が行われ2008年の収予算はほぼ3ヶ月遅れで成立した。構造的な赤字体質の問題は2009年まで先送りされた。継続する問題は2008年後半に広く認識されるようになり、 進行中の建設計画に影響する可能性と赤字額が今後18ヶ月間に420億ドルまで膨らむと予測されるようになった。2009年2月半ばには資金繰りに詰まると予測された。2009年7月に予算の並行化について暫定合意がなされ、一部は軍や市の政府から数十億ドルを借り入れし、問題の大部分は 先送りされたが、公衆安全、健康管理及び社会サービスに重大な影響を及ぼす可能性があった。地方政府による訴訟は予算の承認の上に予測されている。解決策の中には、工事業者に対する借用証書の発行を少なくとも2009年10月まで継続することと、州の従業員の労働時間と給与を15%。 削減することが含まれている。知事が提案した、囚人2万7千人ほどを釈放することは、反対を呼んだ。任期の制限を受ける議員はより行為の役職を求めていく者がいることが予測されるので、2009年7月の予算案は30の法案に分けられ、候補者は選択した法案に反対することができたので、後の予備選挙で賛成票が、 否定材料に使われないようになった。2011年、カリフォルニア州立公園当局は、ジェリー・ブラウン知事の指導下に70の州立公園、閉鎖を提案した。これには、議会少数党の共和党が反対したために、ブラウンが2011年初期に有効期限の切れる、税を延長する提案について、住民投票にかけられなかったことが大きく災いした。 シュワルツェネッガー知事が2009年に提案しその後、撤回したように、この件は、中流階級有権者から議員に2012年命題を認めるよう圧力をかけさせる、あるいは発議権によって、直接行動に移させる策略である可能性がある。議員には、影響なし衆議会の選挙区は、現在安泰であり、有権者の不満から否定的な結果はほとんど、起こりそうになく、 党を離れるということは厳しいものになるだろう。2004年、党旗を破った4人の共和党員のうち、2人は引退し、2人は共和党の予備選挙で敗退した。2008年、1人の民主党下院議員が2008年予算の承認投票を棄権したことに対する懲罰として、議事堂ビルから遠いかなり小さな事務所を割り当てられた。 2009年2月、上院少数派指導者が共和党党員集会で、その地位を外された。これは、予算問題を解決するために取引を行ったが、予算成立に必要な共和党員票を引き出すことに、失敗した後のことだった。予算に関して、歳出を減らし、増税し、また収他からくじ収入を担保に借財し、 特定の義務化された計画から予算を外すことの組み合わせで計画された協定に知事が署名したのは2009年2月20日になってからだった。取引の代償として2009年5月の特別選挙及び2010年選挙で選挙民に表明される様々な提案を可能にしていた。2009年5月の特別選挙では議員を罰することが意図された。 法案を除き、すべての法案が否決された。その結果予算危機器が継続し、知事はいかなる増税や料金増額にも反対し続けた。予算案は、再度2009年6月の期限を過ぎることとなり、知事は200カ所の州立公園閉鎖を提案した。州立公園の閉鎖はほとんど支出を減らすことのできないものであり、この提案はカリフォルニアの中流階級が、 議会に対して選挙を通じた圧力をかけるように痛みを生じさせる策略だと信じられた。公園の閉鎖はありそうにないことだが、多くの公園で入園時間を減らすことは可能である。赤字予算は2010年も続くと予測され、1月には200億ドルと推計されており、現在の政治構造の下での解決策は公共教育、公共交通、共生及び、 健康福祉に厳しい影響が出るものも予測されている。議員選挙区の再編に伴う利害の衝突、議会が繰り返し憲法に規定する予算成立期限を守れなかったことへの直接反応として、及び議会がカリフォルニア憲法の修正法案を有権者に提示できなかった後に、2008年に有権者が修正第11号すなわち初議権の講師を決めた。 この修正条項は議会から選挙区再編の権限を外し選出されない非指名者の委員会に渡すものでありその構成員は指名、選出、拒否という複雑で複数段階の過程で決められるこの修正条項は2008年11月の投票で成立した1 9十一年のトラスト解散改革でカリフォルニアに導入された発議権は 請願に書が適切に書かれ、必要な数の有権者署名があれば、憲法修正のための回覧を認め、有権者の前に直接判断を委ねるものである。修正第11号は、アーノルド・シュワル・ツェネッガー知事の指導下に大半が書かれていた。当初は、連邦議会の選挙区も含めて書かれていたが、多数党の要請で外された。さらに大きな救済策は2009年に、 カリフォルニア憲法会議を招集したことであり、前もって議題を提示することや、最終的に有権者に判断を委ねることなど、逃げ道を防止する拘束を加えた。2010年11月の選挙では選挙区の再編に関する多くの修正法案が問われた。2つの修正法案が住民投票に付された。修正第20号は、修正第11号を拡張し、 修正第11号による衆議会選挙区に加えて連邦議会選挙区も引き直した。修正第20号は成立した。修正第27号は議員提案であり、修正第11号を廃案にするものだった。修正第27号は否決された。この二つの修正条項のタイミングは2011年に向けて選挙区再編のために重要である。 この新しい仕組みの影響度は予測できないが、選挙区再編で現状を変える可能性がある。2010年初期の選挙で出された別の修正条項第14号は成立し、非正統包括予備選挙を創設した。これによれば、予備選挙の上位2人の候補者が、党派によらず一般選挙に進出することができ、有権者はどの候補者にも投票できる。 これは、政党力による行き過ぎを弱めることが期待されている。以前の選挙規則では、予備選挙の投票者が、政治的な極論について活発で、感情的になる傾向があるので、二大政党で指名された候補者は、極論に走る傾向があった。大きな選挙区があると、非政党の有権者が、中道に向かうために、ある理論で重要な候補者が当選する、可能性が高い。 上記の選挙区再編集成条項と組み合わせれば予期せぬ効果が現れる可能性があり、ある選挙区では一般選挙で二人のミニ主党員あるいは二人の共和党員が争う可能性も同意されている。理論的に一般選挙で同じ党の候補者が立った場合により重要な候補者が当選する可能性が高い。オークランド氏は以前から 先行投票を採用しており、最初に2位となった候補者が、最終的には11%上乗せして、最初は1位だった著名なプロの政治家を破り、当選するという興味ある結果が得られている。このような選挙法が自治体の間に広まる、可能性があり、第3政党候補者に期待を抱かせるものになっている。 オークランド市で当選した者は、第2の選択肢に選ばれるような運動を行った。政治的な実験をするカリフォルニアの傾向があれば、このような方法がより大きな賛同を得られるかも、しれない。アメリカ合衆国議会の指導的な議員の多くが、カリフォルニア州選出である。民主党議員は、以下の通りである、ナンシー・ペロシカイン議員、第8選挙区。 会議少数党員内総務、ジョージ・ミラー会議員、第7選挙区、元会員教育労働委員会議長、ヘンリー・ワックスマン会議員、第30選挙区、元会員エネルギー商業委員会議長、ボブ・フィルナー会議員、第51選挙区、元会員退役兵問題委員会議長、ハワード・バーマン会議員、第28選挙区、元会員外交委員会議長、バーバラ・ボクサー上院議員、 上院環境公共事業委員会議長ダイアン・ファイン、スタイン上院議員、上院情報選択委員会議長。共和党議員は、以下の通りであるケビン・マッカーシー下院議員、第22選挙区、下院多数党院内幹事、元幹事長補、ハワード・マッキーオン下院議員、第25選挙区、下院軍部委員会議長、元教育労働委員会議長。 デイビッド・ドライナー・下院議員、第26選挙区、下院規制委員会現及び元議長、ジェリー・ルイス・下院議員、第41選挙区、下院歳出予算委員会の有力メンバーカリフォルニア州の2大政党は、衆議会とアメリカ合衆国会議員をすべて占めている。すなわち民主党と共和党である。公式の非選挙権を持つ政党は他に4つある。 すなわち、アメリカ独立党、アメリカ緑の党、リバタリアン党及び平和自由党である。2008年11月4日、一般選挙時点で登録されていた、州内1730万4091人の有権者の支持政党内訳は次の通りである。現在民主党と共和党のみが、衆議会に代表を送り込んでいる。 21世紀への変わり目頃の短期間、アメリカ緑の党がサンフランシスコベエリア東部から州下院議員一人を送った。カリフォルニア州は現在選挙で多数投票制度を使っているが、サンフランシスコ市やバークレイ市のようないくつかの自治体は、オーストラリアやアイルランドで行われている先行投票を採用している。これはアメリカ合衆国ではインスタント、 ラナフボーティング、または、ランクトチョイス、ボーティングと一般に呼ばれている。軍や、市のレベルでの地方選挙は、公式には非政党選挙であり、政党の公認は行われない。ありがとうございます。